で、その分かったことというのは先生、それはズバリ、あもくん、欲しがる。このぴったり感ですよね。ぴったり感ですね。今日の番組は今日のスポンサーの提供だ。プロプレスボース。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスのお兄さまほんでございます。なんとまた今日からですね、いつもお世話になってる九州大学の、ミックスボイス超スペシャリスト専門家の、李先生とコラボ動画をですね、また何本か上げさせていただくことになりましたので、今日はね、早速その第1弾ということで、去年かな、去年の、まあ、こういうなんか自粛期間になって、割とすぐぐらいに、李先生と確かね、コラボさせていただいて、もうめちゃくちゃもうミックスボイスに関することとか、発声に関することを根掘り葉掘りね、伺わせていただいて、ちょっとね、皆さんも気になってると思うんだけど、ミックスボイスの研究どうなってんのとか、僕がね、参加させてもらったこの、九州大学のデスボイスの実験ね、研究どうなってんのか、その辺の進捗とか、ミックスボイスに関するニュースとかね、その辺、もうこれの時点でめちゃくちゃもう、脳汁っていう感じの情報をたくさんお届けしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで今日もご覧ください。でね、もちろんね、ミックスボイスのことに関しても聞いてきたから、お見逃しいただきたくないので、チャンネル登録だけはぜひ、この時点でお忘れなく、まだお済みでない方はお願いします。あとね、李先生とね、僕はね、ツイッターとかもやってて、発声に関することなんかつぶやいたりもしますので、ぜひこっちもね、ちょっとフォローしてくれると、李先生も僕も喜びますのでお願いしますね。というわけで、久々のコラボ第1弾ご覧になっていただきたいと思います。どうぞ。よっしゃ。バリアングル。あ、バリアングルで。シネマティックな。あ、こっちシネマティック。こっちシネマティックな感じで。はい、皆さんどうもこんにちは。マイスクリーム講師のデスのお兄さん、マホでございます。そして、準レギュラーの李先生です。どうも皆さん、こんにちは。準レギュラーの。九州大学でね、自己紹介、耳鼻咽喉科でね、はい、音声医学、そして、歌唱をですね、まあ、主に研究している、やったー、いやー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。準レギュラー公認で。準レギュラー。準レギュラー。お願いします。はい。だってね、あれですもんね、結構、結構コラボさせてもらいました。なんだかんだで。なんだかんだでね。お、いつだ、去年。1年前そうですよね。ちょうど、リモートでやった時、あれが1年前じゃないかな。そう、ちょうど1年前でやって、で、めちゃくちゃ反響があったんですよね。あれね。先生の方にも多分めちゃくちゃ反響が。いや、かなりね、いろんな人から、まあ、ありましたね。そうですよね。特にやっぱり困っている人が多かったんだなっていうのは、すごく実感しましたね。そうですよね。まあ、だからやっぱり正しい情報というかね、発信は必要なんじゃないかなっていう。間違いない。まあ、思ったいい機会にもなりましたね。いやいやいや、そうおっしゃっていただけると、ありがたい限りなんですけども、なんでね、皆さんからね、早く次を取ってくれっていう。噂によると、いろいろ、こう、用意してるというかね、なんか、引き出すつもりでいらっしゃるってことで。そうなんですよ。そうなんですよ。皆さん大好きなね、その情報がいっぱいこう、引き出てくるから。そのつもりで来ましたね、今日はね。ありがとうございます。いろいろね、やりていきましょう。はい、行きましょうかね。で、今日そのまあ、第1弾というか、1本目の動画なんですけど、ミックスボイスって知ってます？皆さん。先生はね、研究の専門というか、でやられてる有名な科のミックスボイスですけど、そのね、ミックスボイスに関して皆さんね、大ニュースがあるんですよね。なんと、解明されました。ミックスボイスが。っていうことなんですよね。そうですね。まあ、もう少しちょっと詳しくじゃあお話しさせていただくと。お願いします。まあ、もともと結構ね、ミックスボイスって、まあ、皆さんもね、はい、情報をいろんなところでこう、はい、聞くことは多いと思うんですよ。ただ、どの情報が正確かっていうところもなかなかわからなくて。はい、じゃあ、それに対して僕らのこの科学とかね、医学っていうところはどこまでその、解明できてたかっていうと、実はそこまで分かってなかったところがある。はい、分かっていたところもある。そこら辺がこう、どうしても議論が多いところだったんですけれども、はい、それがね、またこう、現場での、この、はい、なんていうか、曖昧さにも繋がっていて、はい、ただその現状っていうのはね、その状況っていうのは、実はもう、何百年も続いてることなんですよ。おこのことに関しては。そうですね。そうなんですよ。それに関してね、はい、僕のこの、その状況をこう問題だと思ってたし、はい、研究で、しっかり取り組んでいきたいなというふうに思っていて、ほまあ4年間かな、かけて、まあいろいろなこの実験だとか、すごい、まあそれこそもう、議論に議論を重ねてね、はい、検証を重ねて、はい、研究の集大成というか、そうです、論文を書いて、はい、その、まあ論文がですね、まあこの度というか、ほジャーナル・オブ・ボイスというね、う雑誌に、こう、アクセプトされて、まあ、掲載されたと。きえー、皆さん拍手。どうもありがとうございます。素晴らしいですよ。いや、まあ僕もね、ちょっと嬉しいです、これ。いや、そうですよね、4年間。やっぱりね、こう、大切にしてきたこの研究が、まあ論文書いたはいいものの、やっぱそれが雑誌に通らないってなると、やっぱそれはもう悲しいんで。そうですよね。でもやっぱりそれがやっぱり科学の世界だし、まあそういうことは普通にある話なのでね。なるほど。まあそのために、まあ、いい研究をしてね、検証して、コンセンサスを得られるように、論文を書き上げるんですけれども、はいはい。まあそれがまあ、
認められたんでね、そうですよね、一つ形になってよかったなっていうふうに思います。いや、素晴らしい。まあ、これが、うん、きっかけで、歌唱界にもね、はい、そういった研究というか、うん、まあ、エビデンスですかね、はいはいはい、まあ、科学的なこの証拠というのが、行き渡れば、はい、まあ、一番嬉しいなっていうふうに思いますね。そうですよね。うん、しかも、なんか、めちゃくちゃ権威のある雑誌じゃないですか。はい、ジャーナルボイス。まあ、そのこの声っていう界隈に関して言うと、まあ、僕らのような音声医学だとか、あとはまあ僕も今回の研究というのは音声学的な側面、うん、音響学的な側面というのも、ふんだんにね、取り入れて検証してやってるんですけども、その中で言うとですね、世界的には一番権威があると言ってもいいのかなっていうふうに思います。いや、だからもう信頼に信頼がもう厚いというか、まあ、ずっと僕も目標にしてそれをやってきたので、うん、そういうことですよね。日本初のその掲載としては30年ぶり、うん、まあ、そうなんですよね。まあ、その、歌声関係の、ね、研究で言うとね。はい。その研究の内容とかって、はい、なんか、例えば、もう、ようやくじゃないですけど、うん、この動画の中でお話しできる範囲でいいので、そうですね。伺ってもいいですか。まあ、その研究をね、すべて話そうとすると、もう、ものすごく、まあ、皆さんね、見てもらったら、5時間の動画になります。膨大なね、膨大な量のね、間違いない。しかも英語なんで、間違いない。すごくね、大変だと思うんですけど。すぐみんな見なくなる。これね、僕も、実はツイッターに載けてるんですけど、はいはい、ちょうど論文の、うん、サマリーですかね。はいはい。に関してアブストラクトですけど、ね、はいはい、それに関しては、皆さんもね、はい、フリーでアクセスできると思うんで、大体ね、どんなことをやったのかっていうのは、雰囲気ね、ちょうどまあ英語のトレーニングだと思って、確かに、両方 ね、簡単にというか、うん、もう本当一部でいいので、マホン君、もしちょっとお話できればっていう。欲しがるね。欲しがるね。欲しがり。本当に。欲しがり。皆さんご存知のとおり、欲しがりなんで。まあね、なるほど。はい、まあ、情報をね、必ずソースにアクセスしてもらいたいんで、まあ、論文もね、ぜひ、まあ、論文というか、まあ、せめてね、アブストぐらいまでは皆さんね、ぜひ、読んでみてほしいなと思うんですけども、ぜひ、まあ、ちょっと言いますか、じゃあね。ぜひお願いします。まあ、どんな研究をしたかっていうところかな、はい、とりあえずね、そうですよね。ミックスボイスっていうのは、この前、マホン君のね、はい、動画でも言わせてもらったと思うんですけども、はい、セイクというね、ありましたね、レジスターっていうんですけども、はい、声のその、セイクの一種なんですよね。うん、で、例えば、地声だとか、裏声だとか、はい、ね、その、中間なものであるというふうにこう言われてる。それがミックスボイスなんですよね。はい、で、それが、まあ、どういうものだとかっていうことがですよ。はい、まあ、地声だとか、裏声だとかというものに関して言うと、はい、結構分かってきてるんですけども、はい、ね。このミックスボイスっていうものに関して言うと、まあ、かなり研究が少なくて、うん、ちょっと浮いてたんですね。そうそう、分かんない状態だったのを、うん、これらに対してですね、うん、まあ、まず一つには、ハイスピードカメラといってですね、出た、うん、やった、ね、やったやった人、やった、前ね、マオンもね、実際にこの被験者としてね、はい、参加してもらったんですけれども、はい、要するに声帯の振動というのは、はい、もう超高速でね、そうなんですよ、とてもじゃないけど目で見て振動が分からないんですよね。そうなんですね。それぐらい、まあ、素早い振動をしているんですけれども、うん、それをもう1秒間に何千枚もですね、はいはい、まあ、写真を撮れる、うん、まあ、特殊なこの、装置があって、うん、それを使って、まあ、いろいろなこの音程と声区で実験をして、うん、そしてそれを、まあ、かなり詳細に解析したというもの、はい、まあ、こういったものが一つだとか、はいはい、あとはまあ声ですよね、その発歌手が発声したその声に対して、音声学的に音響学的にね、はいはいはい、解明していったに加えて、はい、加えて、はい、はい、まだまだある、はい、はい、で、まあ、声のメカニズムっていうところも前ね、説明させていただいたと思うんですけども、ええ、そうですね、はい、まあ、それね、すごく重要なんで皆さんよかったら見てください、見てくださいけども、はい、もちろんね、声というのは声帯が作るものです、はい、その声帯が振動して作られるものなんですが、はい、その源であるところに、ね、その呼気、呼吸があるわけですよね、はい、その呼吸の動態、これがとても大切なんですよ、はい、それをまあ、ね、空気力学的動態というんですけれども、はい、それをですね、まあ、かなりこれもね詳細にね、その呼気量だとか、あるいは呼気活だとか、はい、こういったところで多くのデータを出してですね、でそれらをまたさらにね、はい、統合的に解析するというか、なるほど、そういったことを、ね、させていただいて、まあ、かなり細かくやらせていただいたというかね、相当詳細ですもんね、まあ、それによって、はい、まあ、見えてきたことがあったっていう、まあ、そういう研究ですかね、まあ、それは簡単に言うとですよ、そういうことですよね、はい、内容が、はい、で、その分かったことというのは先生、それはズバリ、マモン君、欲しがるね。怒られるんだよ。みんな、なんかね、引き出せと。引き出せって、うん。なるほど。まあね、これはね、もう本当に、もう僕としてはね、もう本当に論文を読んでくださいっていうところではあるんですが、はい、簡単にどういうことが分かったのかっていうことをご説明お願いします。これまで想像されていたこと、はい、まあ、なんならまあ僕もちょっと思ってたことですけども、はい、地声、そして裏声の、こう、ごちゃごちゃに混ぜたもの、はい、それがミックスだって、はい、なんかね、まあ、ミックスですから、ね、言葉から思うじゃないですか、ミックスと、ね、はい、あるいはまあミドルっていうところも中間ですよね、うん、ここみたいなね、そうだと
思ってたんです。はいはいはい。いろいろ解析してみると、はい、結局、ミックスボイスっていうのは、はい、この声の生成に関して、はい、かなり独自のメカニズムを持っていたと。なるほど。明らかになった。なるほど。こういう研究ですね。裏声じゃない、地声じゃないってことですね。そうですね。ミックスボイスってことですね。うん、もちろん、それぞれ特徴に、似たような特徴はあるんですよ。はい、だけども、まあ、一つの特徴を持った生育なんだと。なるほど。いうところを、まあ、明らかにしたということになります。そうなんですね。じゃあ裏声と地声とまた違うその振動パターンとか、はいはい、まあ、それこそ呼吸量とか、うん、そういうデータが計測されたみたいな、そういうお話、まあ、少なくともね、まあ、ごちゃごちゃにしてはダメだということです。なるほどなるほど。だからまあその今回の研究とかは、はい、もちろん研究なので学術的な側面としてね重要だと思っているんですけれども、はい、トレーニングにもね非常に重要だと思っていて。そうですよね、はい、めちゃくちゃ応用が効きそうな感じますよね。そうなんですよね。だからまあ例えばなんですけれども、まあその地声っていうものをね、うん、こう突き詰めていくというか、はいはい、そうするとまあ多くのトレーニングの初学者というかね、はい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 、地声がね、あーってこう結構きつそうなね、地声をあーってやってこっから作っていこうとする、はいはいはい、地声から作っていく、うん、あるいはこの裏声をね、こう、うん、大きくすることでなんかミックスになるみたいな感じのね、印象があるというかね、強い裏声みたいな、そうことですよね。はあ、はいはい、裏声を強くしてならないからミックスにっていう方向性ではないことはもう明らか。そういうことか。そのレールの先行ってもないってことですね。そう、だから目的地に行かないんだ。そこはね、本当に、いわゆるエビデンスというところで提示できたんじゃないかなと。そういうことですね。きちんと声帯を使っていく、はい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 、その機能を、まあ、フル活用しないとこのミックスボイスっていうのは出ないっていうことですね。そういうことですね、はい、なのでこうさっき言ったようにグーッと力を入れて張るのではなくて、うん、あー、なるほど、こういう形で声帯をコントロールしていくことによってミックスボイスっていうのは出ていくよね。このぴったり感ですよね。ぴったり感ですね。声帯を使っていきましょう。そういうことですね。もうなんとか声帯を使わずしてミックスは出ないから。なるほど。そうですよね。当たり前なんだけど。そうですよね。なんかそこが当たり前じゃないのかもしれないですよね。なるほどなるほど、認識として。うわ、これ深いな。楽器なんで皆さん。声帯楽器なんで。そうですよね。そうおっしゃってましたもんね。楽器の勉強していきましょうっていう。そういうことですよね。楽器を知らずしてってことだと思うんですけど、うんうんうん、僕もなんだろう、その音としかの実験で、ね、やらせていただいて、僕も実際自分の声帯を見たりさせてもらって、うん、やっぱそれでコントロール良くなりましたからね。うん、やっぱり楽器を知ることって大事だと思いませんか？そう、なんかやっぱ、見て想像できるっていうね、自分の。やっぱそれもやっぱミックスなり、まあ、僕の専門とするデスボイスなりにやっぱ通ずるのかなと思って、その通りだと思いますけどね。まあ、ただね、声帯をこう気軽に見ることってなかなかできないじゃないですか。そうなんですよね。まあ、僕らはね、やっぱりそのお医者さんとして、内視鏡を使ってね、見るわけなんですけれども、これはなかなか法律的にはね、あんまりこう、気軽にできないことだし、当然これは危険を伴う行為なんで、ね。そうなんですよね。ただまあそういったこの映像というのはね、こうぜひ皆さんもね、知ってもらって、ああ、なるほど、声帯から声が出てるんだっていうことだけでも、まずファーストステップとして知ってもらうきっかけになればいいなというふうに思ったので、お、はい。ちょっとね、動画をね、投稿してみてください。そうなんですよね。先生 YouTube 始めたって貼っときます。そう、まあ、とりあえず歌を歌ってみたんですけど、お、はい、何を歌われたんですか？オフィシャルヒゲダンディズムさんの「アイラブ」を歌わせていただきました。おおおおおお、まあ、かなりですね、高音で難しい曲だと思うので、ヒゲダンですか、まあ、こう一つ、まあ、皆さんにね、この参考になればと思うのは、結局その、なんだろう、内視鏡をね、はい、見たから上手くなるとかじゃないんですけれども、はい、ただそれで、あ、声帯が楽器なんだっていうところをまずイメージとして持ってもらいたいというかね、そういうことですね。歌うときには必ず声帯がね、働くことによって声が出ているんだっていうことを、うん、まあ、ファーストステップにしてもらいたいしね。なるほど。あとはまあ、その僕も、全然ね、この歌が上手いというかね、そういうわけじゃなくて、最初始めた頃なんて、ボイストレーニング始めた頃なんて、すごいひどいものだったんですけどね。で、僕なんて、こう、いろいろ声帯を見るじゃないですか。そうですよね。そうすると、もう、もういかにね、自分の声がね、はい、こう平均的か平凡かっていうことを、ね、なるほど、まあ、痛感するわけなんですけど、はい、まあそんな、まあ声帯でもね、うん、鍛えればね、うん、まあ僕レベルには、ね、必ず皆さんもなると思うので、超絶技術、はいはい、まあ時間をかけてね、まあ、努力することが必要ですけど、そういうことですね。まあぜひね、そういった参考にもしてもらえたらなというふうに思います。ぜひ皆さん、うん、李先生のチャンネル、あとでこの動画ご覧になったとで、ぜひぜひ撮ってみてください。で、まあちょっと皆さんからね、いろいろ応援してもらえると、なんかちょっと僕もいろいろニーズがあればね、ちょっと解説動画とか、おっ、ね、いろいろやっていきたいなと思うので、そうですよね、はい、お願いします。ぜひお願いします。お願いします。そうだ先生、それで、うん、研究の今話をしていただいた中で思い出してたんですけど、うん、まあ、前回のコラボの時にも、うん、まあ、動画で公開してましたけど、デスボイスも今研究してもらってるっていう。そうなんですよね。あれ今どういう、あれね、まさに実験参加してもらってから、そうですよね、うん、
さっきも言ったように1年半かそれぐらい経ってるんですけどね、はい、実は今絶賛解析中なんです、はい、そうなんですよ、はい、絶賛やってもらってますで、はい、これはね、まあ、あの僕はまあこれが僕の研究に対するスタンスなんですけれども、うん、単純にねちょっとデータをね、はい、パッて出すっていうのはあんまり好きじゃなくて、はい、やっぱりその大切な研究ほどしっかりね、うん、あの煮詰めていくというか、うん、それこそ僕の専門である医学的な立場だとか、はい、あとは、まあ、音響学的な音声学的な立場だとか、そういったところを正しくね、はい、あの検証していきたいと思ってるので、いや、素晴らしい。これはやっぱりもう少し時間をいただいて、そうですよね。やっていきたいし、ですけどね、うん、ただ必ずね、まあ、さっきのミックスもそうなんですけれども、うん、皆さんにね、知ってもらえるような、いい研究にしていきたいと思うので、そうですよね。まあ、もう少しね、またお時間をいただけたらいや、そうですよね。やってる内容とかに関しては、以前上げた動画で、こう、僕が言う、こうやってる動画とかがあるんで、あ、こういうことやったんだ、みたいな感じで。あれはだからまさに実験中、実験ね、の、ね、生の熱感というか、ね。そうだと思うんでね、それご覧になっていただくとして、うん、まあ、進めてもらって、って今いるじゃないですか、うんうん、その中でなんか例えばこれは言えるな現時点でなるほどなるほどことだってあるんですか今ですね、はい、まあその研究全般に関して言うと、うん、その実はそのデータはね、はい、もちろんまだ公表していない段階なのでもちろんちょっと詳しくお話はねこれちょっとできないんですけども、はい、まあただまあ一つ皆さんもね、はい、こう知っておいていいのかなと思うことはやっぱりあって、うん、でそれは何かというと、うん、まあよく巷でとかね、うん、これまでもというか言われてきたことなんですが、はい、いわゆるデスボイスだとか、はい、まあスクリームとかそういった部分、そうですね、歪み声ですよね、はい、に関しては、うん、これは仮声帯といってね、はいはいはい、仮の声帯とか言って、ね、はい、まあ、僕らは仮声帯って言ってますね、はい、この仮声帯が関与しているんだというふうに言われてたんですよね。そうですね、うん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 、でそういうふうにこう言っている方も多くいらっしゃると思うんですけど、そんな簡単なもんじゃないと、うん、ないということですねこれだけはちょっと言っておこうかな。そうなんですよ ね、 ね、そうなんだよな。さあこれがね、解析してはしていくほどそうなんだと。そうなんですよね、うん、まあ、僕自身もその声に対して、はい、この歪み声に対してというかね、うんうん、あの憧れのアーティストとかそうですよね、うん、そういう方の声というものが、まあ、自分が考えてきた、要するにその研究の界隈でも言われてきた火星帯の声というもので、うん、はい、この出せるのかなっていう疑問がずっとあったんです。そういうことですよね。これじゃないなっていう。火星帯だとこの音だよな、うん、でもこの音だと僕はこの例えばねチェスターだとか、チェスターとか ね、 ね、そういう声にはなれないんだけれどっていう疑問がずっとあった、うん、そういうことですよね、うん、でこれは違うんじゃないかな、でもどうなってるんだろうというところでのスタートだったんですけど、うん、そうですよ、いろいろ絡まってます、いろいろあるんです、いろいろ絡まってるんでね、いろいろあるんだっていうことが分かったんで、そう、いや、でも逆に言えばね、本当にこういうのって、うん、まあ僕は科学的な立場でもちろん研究してるんですけど、指があるなとは思うんですよ。なぜなら今までこう僕がこう稼いだり出してきたよね、はいはい、出会う前に歪みっていうのが、はい、まあ、ある種一つのタイプだったわけであって、はいはい、これはまあ僕のこの喉はそれしか出せなかった、ないじゃないですか。あ、はい、そうですね、ね、まあ、こっちじゃなかったんだっていうことだけなので、そうなんですよね。それやっぱりこう使い方を変えていけばね、うん、そうなんですよ。そのまあだから、本当にね、うん、そのかっこいい声に近づけていく一つのヒントになるんだと思うんですよね。そうなんですよね。うん、だからそういう意味ではこれってすごいそのメニューって面白いですよね。そうですね、はい、いろんなそう使い方次第でやっぱどんな声でも出せるようにはなるんで、まあ、なのでもう本当に研究とそういったトレーニングとっていうところが、はい、まあ、必ずね、うん、つながっていくんじゃないかなと思うんでね、はい、そこはちょっと頑張っていきましょう。ちょっとそうですねお互いの感じでね、はい、ぜひぜひ、はい、僕らの動向は Twitter とか、うん、あと先生の YouTube とか、そうですね、 YouTube 始めたんでね、僕の YouTube とかで、はい、あのぜひご覧いただければと思いますので、ぜひまだこんな感じでぬるっと今締めに入ってるんですけど、はい、まあチャンネル登録まだお済みでない方は先生のチャンネルね、僕のチャンネルもぜひ登録よろしくお願いします。で今日の動画面白いなって思ったらぜひ高評価もしていただけると、嬉しいですという感じでね、まあこの後もちょっと動画お付き合いいただくんですけど、はい、よろしくお願いします。どんなことを話しますか。ああ、そうなんですよね、前回の続きというか、あら踏み込みますね、なるかなと思いますが、実践ですね。そうですね、ね、うん、なるかなと思いますんで、皆さんもぜひこの後も要チェックよろしくお願いします。はい、はい、ということでまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。